はい、どうも道春でございます。今回こちら一番イケスにおります。だいぶ虫が増えてきましてですね、アブラムシとあとカメムシが、よく見えるようになってきました。ちょっとこの一番イケスが今だいぶ虫が増えてきて収穫量がかなり減っております。まだ2番イケスが生き残ってるので、そっちで収穫はどうにかなってるんですけれども、去年のですね1月11日の日記でアブラムシの被害がだいぶ出てるっていうことを僕は書いてたので、今12月の半ばになりますね、はい、なんでまたもうすぐしたら虫の被害がすごいひどくなってくる、そんな感じがするので、まあ、そうなる前にですね今年は今回はちょっと食い止めたいなと思っております。これまあよく見るとですねカメムシとアブラムシが両方結構いるんですけど、ちょっと見ていきましょうかね。あの辺のハゲてる部分はカメムシだと思うんですよね。この短い部分は結構クレソンは一気にグーンと伸びてそっから虫にやられる傾向がありそうなので、冬と夏に1回ずつ虫のシーズンが来るっていう感じですかね。ちょっと今回は実験をしていきたいんですけど、虫を取りたいんですよ僕は。カメムシとアブラムシ、これもだいぶ被害がありますね。ちょっとこれ取っていこうかな。いやすげえなこれ、ひでえわ。この辺もひどいっすね。かわいそうですねクレソンが。ちょっとカメムシゾーンに行きたいですね。カメムシがたくさんいるところがあるんですよね。カメムシの、ね、正体がまだはっきり映せてないので、そいつの被害もなかなかでかいんですよ。雨降ってるからねちょっと葉の裏側に隠れてると思うんですよ。あ、いた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 、こいつこいつこいつが多くてね、多分こいつがクレソンをちっちゃくしちゃうんですよ。なのでこいつをいかにして、あ、やべ、退治できるかっていうのを実験していきたいと思うんですよね。こいつですね、ちょっとこいつを何匹か取っていこうかなと思います。はいはい、いましたいました、交尾してますね。こいつ結構ねイケスで見かけるときいつも交尾してるんですよ。その度その度子孫が生まれてるってことですよね、まあ、こいつらもちょっと申し訳ないけど実験台にさせていただければと思います。ごめんね。じゃあイケスからですね、はい、さっき撮ってきたんですけど、はいはいはい、あーカメムシだ、うん、今もう8匹ぐらいいるかな。長め、カメムシ類。へえ。でこういうネットで調べるとこういうのとか他の野菜とかある。そう、こいつらめちゃくちゃよく見るの一番イケスで、はい、どうやったら退治できるかっていうのを実験したくて、はい、とりあえず木作液で、はい、本当にこいつらが死ぬのか試したいんですよ。ちょっと申し訳ないんですけど、これをこいつら入れて、はいはいはい、で、木作液、はい、をかけてみて。ちなみにこのクレソンも、はい、あのアブラムシついたやつなんで、ダブルパンチでやられてるクレソンたちなんで。なるほどね、うん、これちょっとやっていきたいと思います。ちょっとじゃあこいつを入れてこんな感じで。なるほど、入れましたんで対応することができるのは、はい、どれぐらいでなくなるかな。うん、多分こんなに、ね、これぐらいでしょうか、かけたとして。うわ、匂いすごいな。よっしゃ、さあこんな感じでちょっと様子を見ていきたいと思います。了解しました。はい、さあということで1日が経過しました。なんとピンピンしてますね。
木柵駅ではやっぱり害虫の駆除にはならないですね。予防を寄せ付けないようにはなるかもしれないんですけど、アブラムシとカメムシと。ただやっぱ駆除はどうしてもネットで調べてもですね、無農薬では難しいので、本当に手作業でこうしていくしかないみたいですね。さあちょっと地道に手で潰したりしてから、まあ、予防のこう木柵液なり、まあ、無農薬のですね、何か寄せ付けないような工夫をしていかないといけないという感じになりますね。はい。